真剣抑えから抜き技を繰り出す女性。仙台市太白区に住む庄司豊子さん76歳です。居合は刀を押さえから抜くまでの間の気迫が大切だといいます。12本目、抜き打ち。はい。この日庄司さんは自宅にある道場で居合道を生徒に指導していました。もう少し勢いつけて、初発動ですから、はい、はい、残心を取りながら、はい、スー。稽古に来たら、もうそのものに入り込む、気持ち的には緊張するというか、これから抜くんだっていうね、やっぱりその緊張感がありますね。初段から八段までも段位がある居合道。最高位の8段の合格率はおよそ 6% の狭き門です。去年11月、庄司さんは真剣を鞘から抜き、規定の型を決めてから鞘に収めるまでの一連の動作の正確性を競う8段の審査会に一発で合格しました。いや、信じられませんでした。私10年かかると思ってましたからね。庄司さんが居合道に出会ったのは29歳の時。嫁ぎ先の義母が剣士武道の家元だったのがきっかけで、柔と合う、静と動との調和が求められる芸術的な剣に心を奪われました。洗礼されたその武士道の芸術っていうんですか、そういうものにね、非常に心を惹かれて。居合道に魅せられた庄司さんは毎日自宅の道場などで腕を磨き、1992年に初段を取得すると、その後昇段を重ねていきました。やっぱりこの刀ね、刀の生活ですか、明日への糧ですか、生きがいですね。少しでも魅力を注いでね、後進の指導に当たってね、もう挙げられたら少しでもお役に立ちたいなっていうことはひしひし感じております。庄司さんは今後も剣術の腕を磨きながら居合道を伝え続けていきます。